2017年のシーズンオフ、当時日本ハムファイターズにいた大谷翔平選手がメジャーリーグ行きを表明します。そして凄まじい争奪戦の後に、入団が決まったのがメジャーリーグのエンゼルス。というわけで12月に入団会見が行われました。その入団会見にはファンが1000人以上詰めかけまして、日本でもアメリカでも大々的に報道されたんです。その翌日のスポーツ新聞はどこを取ってもエンゼルスカラーの真っ赤に染まって大谷大谷大谷という見出しが踊っていたんですよ。そんな各スポーツ新聞が大谷カラーに染まっていた時のデイリースポーツの一面がこちら。阪神のピッチャー秋山、2017年猛虎感動大賞奨励賞受賞。このピッチャー秋山が2017年猛虎感動大賞奨励賞を受賞したという記事を、大谷の入団会見を押さえて一面に持ってくる。そう、これがデイリースポーツ。六甲おろしにさあそうと、蒼天かける。どう？うまい？あんまり？